発車します、はい、発車します、ご注意ください。次は手すりをお持ちください。お待たせいたしました。毎度阪急バスにご乗車くださいましてありがとうございます。私立池田病院八王子1丁目園芸高校前経由石橋北口方面行きでございます。次は池田市役所前、池田市役所前、山本歯科前でございます。お客様にお願いします。車内での携帯電話の使用につきましてはマナーモードに設定の上、通話はご遠慮願います。また混雑時や優先座席付近では電源をお切りください。ハニカカードのお買い求め、チャージの方は停車中にお願いします。道路を横断するときは横断歩道を正しく渡りましょう。次は城南三丁目、城南三丁目でございます。次は私立池田病院、私立池田病院でございます。お降りの際 IC カードをご利用の方はカード読み取り部にタッチしてください。毎度ご乗車ありがとうございます。お降りの際は足元にご注意ください。はい、バス揺れますのでご注意ください。発車します。釣り革、はい、手すりをお持ち。次は城南三丁目、城南三丁目でございます。この車は八王子一丁目園芸高校前経由石橋北口方面行きでございます。発車します。釣り革、手すりをお持ちください。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。八王子一丁目園芸高校前経由石橋北口方面行きでございます。次は宇保町、宇保町でございます。危険ですので走行中は席の移動をなさらないようお願いします。次は八王子一丁目、八王子一丁目でございます。発車します。次は手すりをお持ちください。次は八王子二丁目、八王子二丁目でございます。お降りの際は釣り銭のいらないよう小銭をご用意願います。 IC カードをご利用の方はカード読み取り部にタッチしてください。100円、50円玉の両替も運賃箱でご利用いただけます。あらかじめ両替の上小銭をご用意願います。また走行中の両替は危険ですので停車時にご利用ください。なおハニカカードのお買い求め、チャージの方は停車中にお願いします。次は北手島中学校前、北手島中学校前でございます。この車は園芸高校前経由石橋北口から呉羽の里方面行きでございます。発車します。はい、寒い中お待たせしました。手すりをお持ちください。次は園芸高校前、園芸高校前でございます。毎度ご乗車ありがとうございます。お降りの際はドアが開くまでそのままでお待ちください。発車します。釣り革、手すりをお持ちください。次は先進学園前、先進学園前でございます。保険の見直し、人生設計、相続のご相談、セカンドライフアタック保険見直し隊へは石橋北口でお降りが便利です。ご乗車お疲れ様でした。次は石橋北口、石橋北口。救急外来は24時間体制、心臓カテーテル、胆石、ヘルニアにも対応の辰巳病院前でございます。目の悩み、コンタクトレンズ処方の安住眼科クリニックへお越しの方、土日も診療、平日9時まで。歯並びのご相談、ハピネス歯科石橋駅前クリニックへお越しの方は次が便利です。阪急電車はお乗り換えください。 IC カードをご利用の方はカード読み取り部にタッチしてください。お忘れ物のないよう
ご注意ください。この車は引き続き呉羽の里下渋谷経由池田行きでございます。そちらの方面へお越しのお客様はそのままご乗車になり、発車までしばらくお待ちください。